送りします丹波篠山丸井のテレビ、司会は私松岡美穂と篠山方明高校放送部の上野杏です。よろしくお願いします。今回のオープニングは茅の実幼稚園の園児の皆さんでした。梅雨空を吹き飛ばすような元気な声でしたね。本当にありがとうございました。さて松岡さん、はい、現在篠山市内では挨拶運動が盛んに行われているのはご存知ですか？はい、知っていますよ。篠山市人権尊重の温かい街づくり条例制定を受けて、本格的に昨年度から毎月1日、11日、21日をいい挨拶の日と定めて、市の職員の方たちが挨拶運動をされていると聞いています。篠山地区は挨拶日本一の篠山地区をスローガンに取り組みをされていたり、安島地区では街づくり協議会で挨拶運動推進委員会を設置して活動されています。篠山方明高校でも保護者の皆さんが挨拶運動されているんですよ。なるほど、だから上野さんはきちんと挨拶ができるんですね。ありがとうございます朝から PTA の方が声をかけてくださるのがちょっと照れくさいんですけど、声に出して挨拶するのは気持ちいいですし、そうですよね、やっぱり元気が出ますね。私たちも世界の皆さんこんにちはの挨拶を視聴者の皆さんに元気になってもらえるように続けたいですね。そうです ね。さて今回の特集は挨拶声かけを主な活動とされている篠山市愛育会の活動についてご紹介をさせていただきます。ゲストとして篠山市愛育会会長の太田鈴子さんと夜神愛育班の伊関ひろ子さんにお越しいただきました。太田さん、伊関さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では太田さん、篠山市愛育会がどのような活動をされているのかを VTR を見ながらご説明いただけますでしょうか。これは愛育班頼りを持って、高齢者のお宅への訪問風景をしていると、お訪問風景です。愛育班頼り、はい、はいはいはい、毎月1回班員が手作りで作っているものです。で、この時には熱中症を主に話をさせていただきました。それで、去年熱中症で3回倒れられて、そのうち1回病院で点滴を受けて、まあ、助かったというそういうエピソードを聞かせていただいて、今年はちょっと外に出るのを控えているということで、はい、お大事にしてくださいねということを言いました。いろんなお話を聞かせていただくんですが、こちらも勉強をさせてもらっています。はい、いつも挨拶でいつ向こう向けばいいのかなという感じです。はい、それからこれは大山愛子班の長澤さんがいつも朝の登校の見守りをされております。園児たちも長澤さんを見ると挨拶をしてくれます。毎日見守りをなさって？毎日ではないと思います。愛子班のおばあちゃんとして親しまれてられます。また、ですね、かわいいですね、児童たち。はい、もういってらっしゃいというところから、はい、始まっております。また中学生が自転車で登校しているのを声かけて、いってらっしゃいの声かけです。また出会った人とはいろんなお話も、そういうことがやっぱり人と人との触れ合いで大切なことなので、できるだけ声をかけるようにしています。なるほど、素敵です ね。ではここで篠山市愛育会設立の経緯を VTR でご覧ください。昭和54年に愛育班が誕生しました。昭和53年に小山、安島、古市、城南地区で婦人会事業の一環で行われた保育エイド、
つまり孫育て学級をきっかけに、その中で学んだことを社会に生かそうと、28人の班員で丹南愛育会が結成されました。現在、篠山市内のほとんどの地区で愛育班の活動が行われています。次は各地区愛育班の誕生を見ていきましょう。昭和55年には錦愛育班の3班が、同じ年に質川愛育班、昭和61年には今度愛育班の結成式を開催しました。こうして愛育班が誕生する中、昭和62年6月26日、郡内愛育班活動の拠点となる滝郡愛育連合会が発足しました。この滝郡愛育連合会の働きかけにより、未結成地区にも次々と愛育班が誕生していきました。昭和63年には日置愛育班、平成2年には御嶽愛育班、平成4年には岡野愛育班、平成5年には八神愛育班、同じ年に奥も愛育班が、そして平成6年には村雲愛育班、同じ年に玉水愛育班が、そして平成7年には衣笠愛育班を結成しました。平成11年4月、滝郡4町が合併し、篠山市誕生とともに、滝郡愛育連合会も篠山市愛育会と改名しました。市内のほとんどの地域に愛育班があって、ずいぶん前から活動されていたんですね。ちなみに平成25年度の声かけ訪問件数は 54,723 件、はい、愛育班のメンバーは525名なので、メンバー1人当たり約104件も声かけをされています。すごいですね。また訪問件数のうち高齢者の方への訪問は 28,766 件と、全体の 53% を占めていますね。太田さんはこの数字をお聞きになっていかがですか？はい、特に一人暮らしの高齢者の方へ の声かけは大切だと思っておりますので、大変嬉しいと思っております。ですね、はい、これからも範囲みんなで頑張って続けていきたいと思っています。はい、ところで伊関さんは先日愛育班活動で全国表彰を受賞されましたね。誠におめでとうございます。ありがとうございます。恩師財団母子愛育会会長表彰を受賞されました。そしてこちらがその表彰状です。伊関さんはこれまでにも所属愛育班として個人としても数々の賞を受賞されています。かれこれ20年以上も愛育班活動をされていて、愛育会の会長なども歴任されていたんですね。で、伊関さんがこれまで活動されてきた内容などをお聞かせいただけますでしょうか？はい、私たちはやはり皆さんと一緒で訪問活動を主に、はい、やっております。はい、でその中でまた地域の中のいろんな行事にも出席させていただいたり、いろいろやってるんですけど、一人暮らしの方がね、また今度来てね、またいつ来てくれるのって言っていただくと一番嬉しいです。そうですよね。はい、でところでこの表彰式の時に何かどういう思いでこう表彰を東京 の, 明治記念館というところで、はい、東京まで行かれたんですね。あったんですけど、はい、秋篠の宮妃殿下の紀子様が、はい、この恩師財団 の, 総裁になられてる。でその方が私たちへ の, その式が、式というか会が始まるまでにね、はい、ちょっと13名でしたか、表彰していただくものが1人2分ずつお話しさせてもらいました。でその時に自分たち の, やっている活動の中のことをお話ししてくださいということ で,、はい、で私はちょうど今寸劇を 、はい、しているので、そのことを申し上げたら、はい、いやいいですね、見たいようですねって感激されて、はい、でお宅は何をされるんですかって、私は演出はあんまり
演はしないんですけど、はい、演出家みたいなことでやってるんです。あ、すごいですね、監督さんですね、笑っていただいてね、はい、そんなことがありました、ね、はい、すごいね、素敵な思い出になりましたね。はい、そうです。これまでも笹山市の愛育班のメンバーが全国表彰を受賞されたと聞いています。それだけ笹山市の愛育班の方が熱心に活動されているということなんです ね。来月の7月4日金曜日には丹波田園公共ホールにて兵庫愛育の集いが開催されます。こちらは兵庫県下の愛育班員が一堂に集まって、愛育班員の交流を深め愛育班活動のさらなる推進を図ることを目的とされています。兵庫県大会が笹山市内で開催されるということで、先ほど井岡さんがおっしゃいました笹山市の愛育会の皆さんによる寸劇が披露されます、はい、それではその練習の様子の VTR をご覧ください。こちらの寸劇ですが、はい、どのようなお話でしょうか。はい、日頃の愛育班活動を、4場面で演じています。はいはい、これはもうその3場面のシーンです。なるほど、はい、このやり取りが面白いと好評なのでぜひとも見ていただきたいと思います。この舞台寸劇の脚本というのはどなたが書かれたんでしょうか。はい、私が書いたんですけども、初めはねみんな役員さんで持ち寄ろうかって言っていろんなアイデア出してもらって、その中から結局選んでいただいたのがみんな私になってて、そういうことで採用されました。ということはもう演出家ということでもあるんですね。まあね本当に皆さん楽しそうですね。やっぱりアドリブとかもあるんですか。はい、もうアドリブが半分ということで、はい、遺跡さんのストーリーにもうアドリブで太らせているという、なるほど、そういうものです。はい、デンホールで今度するのは初めてですので、はい、ちょっと会場が広いの で、ね、今、はい、その調整にちょっと悩んでおります。はい、それではズバリこの劇の見どころは一体どういうところでしょうか。はい、私たち の活動の中でやはり見ていただきたいなと思うのは楽しい活動ができるということですね。で、その中で楽しい中で皆さんの健康を守っていけるという活動を皆さんにまた知っていただけたら嬉しいなと思います。はい、本番まであと1週間ですね。とっても楽しみです。ぜひとも皆さん見てください、それでは最後にお二人から今後の活動やご自身の抱負などをお聞かせください。ではまず伊勢さんからお願いいたします。はい、私の班は残念なんですけどちょっと今年から休会という形をとっておりますけども、はい、休会になっているのにいろんな地域の方からいろいろとまたお話があって、はい、また活動できるんです。で考えたら組織がなくても一人一人がそういう気持ちで地域の中で動いていけたらいいなと、私もこれからも頑張っていきたいと思っております。はい、今一石さんがおっしゃったような休会などの課題があるのは確かですよね。では太田さんはこれから愛育班活動がどうなっていけばいいとお考えでしょうか。今後の抱負も合わせてお聞かせください。はい、減っていくばかりの愛育班ですが、声かけそれから見守りから生まれる触れ合いを大切にしてこれからも長く続けていきたいと思っております。はい、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。はい、ね、挨拶や声かけは人間関係を築く第一歩、一人一人の挨拶や声かけが明るい街づくりにつながっていくのではないでしょうか。それでは今日は太田さん、伊勢さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きましては視聴者の方からの投稿ビデオコーナーです。今回お寄せいただきましたのは
笹山まるごと丼お便りビデオ茶畑編です。兵庫県内でも有数のお茶の産地である笹山市、笹山さんのお茶を使った笹山まるごと丼の簡単な作り方を紹介されています。それではどうぞ。皆さんこんにちは。笹山のごちそうが丼いっぱい味わえる笹山まるごと丼、ご存知ですか？笹山まるごと丼は市内16カ所各店舗でこだわりの丼を味わっていただけます。今日はお家でできる簡単笹山まるごと丼、お茶摘み最盛期を迎えた安島の茶畑から丹波笹山茶を使った夏にぴったりな丼、笹山特産丹波笹山で牛茶漬け丼を紹介します。丹波笹山茶で乾杯しましょうか。はい、はい、乾杯。あ、うまい。美味しいです。はい、それでは岩本さん、はい、材料の紹介をお願いします。はい、今回メインの丹波笹山牛です。それと、はい、今回の名脇役丹波笹山茶、あ、ここのお茶ですね。そうです、ここで採れた一番茶なんで、はいはい、いい香りがします。はい、はい、それと言わずと知れた笹山のコシヒカリ。はい、笹山の米美味しいんですよ。美味しいです。はい、粘り気もあるしね、はい、はい、甘みもあるし、楽しみしてください。はい、それでは調理よろしくお願いします。はい、それではまず、はい、牛肉から炒めていきます。はい、いよいよ名脇役が、はい、はい、それではいただきます。はい、ではいただきます。牛肉がとっても柔らかいですし、あとごぼうが普通の風味があって、そして何より山椒ですね。そうですね、今回のアクセント、はい、山椒がとてもいい香りがしてるので、とても暑い夏にこの暑い食べ物どうかなと思ってたんですけども、あのお茶もすごくさっぱりしてて、そして山椒がさっぱりしてて、あのスタミナがつきそうです。食欲のない夏に特におすすめなので、はい、ぜひご家庭でも皆さん作ってみてください。はい、作ってみてください。もう岩本さん、ナイスダーン。とても美味しそうでしたね。ちょっとお腹が空いてきました。ね、これなら私たちにもできそうですよね。できますね、これは、ね、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい、さて上野さん、はい、上野さんは火の鳥という話を知っていますか？手塚治虫さんの火の鳥でしょうか？そうです。はい、漫画も見たことあります。本当に大好きです。はい、実は来月の7月26日にその火の鳥が丹波田園公共ホールで上演されるんです。しかも人形劇で。人形劇ですか？そうなんですよ。ちょっとどういうものかイメージできないんですけど、うん、すごく面白そうですね。ですよね。本日は人形劇団グラルテの高平さん、福永さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。今お持ちいただいている人形を使って劇をされるんですよね。はい、この人形はうずめという役です。はい、はい、こちらが主人公のなぎです。うずめとなぎ、すごいですよね。なんか人形劇というと私もすごくちっちゃな人形をイメージしてたんですけど、すごく大きいですよね。はい、80センチぐらいありますね。もっと大きいのも出ます。そうなんですか。はい、この火の鳥というのはどういったお話なんでしょうか？はい、たくさんの方に愛され読み継がれた手塚治虫さんの火の鳥の黎明編を、はい、人形劇舞台化しました。多分これは日本で初めてだと思います。はい、多分たくさんの方が読んでらっしゃる本の内容と同じです。はい、それでは実際の公演の様子をご覧いただきながらご説明していただきましょう。はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよ舞台の幕が開きます。
火の鳥です。の素晴らしい合唱から始まります、はい、この世界はどうして生まれたの、人間は何のために生まれたの、誰か伝えます。そして舞台上ではこのように人形劇役者がたくさんの布やいろんな人形で舞台を飾っていきます。最初はここは火の鳥が作られていくシーンです。後ろにあるのは大きな宇宙をイメージした大きな幕ですね、はい、そしてなかなか手塚さんの火の鳥を立体化することはとても難しかったんですけれども、今回私たちは火の鳥を手塚さんの絵を損なわないように火の鳥の形をきちっと作って表現してます。まもなく火の鳥が登場します。登場してきましたね。このオープニングを見ているだけでもワクワクしますね、はい、そうですね。オープニングの歌も思わずちょっと聞き入ってしまいました、はい。このように火の鳥はじめ人形が全部で80体ぐらい出てきます。80体、はい、最初はここは、熊祖の国という主人公ナギの暮らしている国ですね、はい、見ようや笹山火の鳥少年少女合唱団が出場されるそうです、はいはい、毎回その地域で合唱団を作っていただいて出演していただいているんですけれども、今回は笹山市内の幼稚園から小学生、中学生、高校生、今日ね上野さんの高校の笹山方面高校、はい、方面高校の合唱団の皆さんにも参加していただきます、知りませんでした、はい、もう毎日のように今は練習をしていると思います。人形はお二人で動かされるものもあるようですけど、ね、やっぱり重たいんですか？結構重たいですね。この頭は全部桐の木で作ってあります。人間の顔よりも大きいですね。なるほど。今出てきてる卑弥呼なんかは背も高いし顔がすごく大きいの で、ね、この視点も難しいので私たちは土節って言うんですけど、その土節を左手で持って右手でこういうふうに差し金を使って、そして時に足を使うときは別な人が足をついてくれて、そしてナギが弓矢を行ったりするときは、足を使う人、左手を使う人、全部で3人が使う、文楽のような形に使うときもありますね。一つの動作で、はい、その3人をついたりしますね、はい、そして弓を使う人は後ろで黒い黒子っていうんですけども、かぶってセリフを言って感情を込めて、でも表現するのは人形なんです。ですよね、難しいですね、はい、そこが面白いところですね。そうですね、ここは手塚先生の一番大切にしている命の尊さを火の鳥が伝えているところですね。私はあなたの心に話しかけている。この火の鳥の人形もたくさんのからくりがついてまして、羽が広がったり閉じたり、それ首が動いたり、そして口がこう動いたりとか、すごい、それを下で棒一本でずっと操作してるんですよね。それとも、はい、生きている幸せ、俺が欲しいのは火の鳥。本当にですか、人形劇って皆さんイメージしてる人形劇はこう手にはめた可愛らしい人形をイメージすると思うんですけども、この火の鳥は本当にダイナミックで、舞台8軒ぐらいの大きなホールでねやりますので、演劇に負けない表現もできると思うので、ぜひ小さなお子さんからお年めした方まで楽しめると思います、はい、場面も、ね、かなりたくさんあるので、はい、もういろんなセットが入れ替わり立ち替わり出てきます、はい、生きる喜びなんて俺には分からない。村が全滅したんだぞ、みんな死んでしまったんだぞ。
なんかこうジーンときますね、見ててね。すごいですね。はい、はい、この人形劇火の鳥黎明編は7月26日土曜日午後1時30分から丹波田園公共ホールにて上演されます。入場料は一般前売り大人2500円、中学生以下1500円です。当日はそれぞれ300円増しになります。チケット販売やお問い合わせは丹波田園公共ホール079-552-3600 079-552-3600番までお問い合わせください。ね、先ほどの VTR を見ただけでもすごく迫力があってね、面白そうですね。私ぜひ見に行きたいなと思います。ぜひお願いいたします。高平さん、福永さん、それぞれ最後に視聴者の皆さんに、一言お願いいたします。この作品は人形劇団クラルテ65周年を記念して作りました。全国縦断しております。北海道公演も終わりました。沖縄も終わりました。今度はこの豊かな丹波篠山の皆さんと一緒にこの作品で感動を共にしたいと思います。どうぞお越しくださいませ。はい、火の鳥の人形劇を盛り上げてくださるのは本当に合唱団の皆さんの歌声なので、その素敵な 歌声をぜひ聞きに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんもぜひ人形たちが繰り広げる世界をご覧になられてはいかがでしょうか。感動の舞台を楽しみにしています。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。この火の鳥の公演と合わせて7月26日27日の2日間にわたり第1回丹波篠山人形劇フェスタが開催されます。先ほどご紹介した火の鳥も人形劇フェスタの参加作品になっているんですね。篠山市内各地を舞台に昔話を題材にした人形劇を繰り広げる大人も子供も楽しめるイベントになっていますので、丸井のテレビをご覧の皆様もぜひご参加ください。ご参加に必要なバッジの購入は市役所、田園公共ホール、チルミューなどで購入できますのでよろしくお願いします。さて本日最後は地域に学ぶトライアルウィークの活動についてご紹介します。6月上旬に実施されました市内中学生の活動の様子を VTR でご覧いただきましょう。トライアルウィークは中学生が職場体験、福祉体験、勤労生産活動など地域でのさまざまな体験活動を通じて働くことの意義、楽しさを実感したり社会の一員としての自覚を高めるなど生徒一人一人が自分の生き方を見つけられるよう支援する。またトライアルウィークへの取り組みを通じて学校、家庭、地域社会の連携を深め社会全体で子どもたちの人間形成や社会的自立の支援を行うことで子どもたちを中心とした地域コミュニティの構築へと発展することを期待するものであるという趣旨により実施されています。篠山市視聴覚ライブラリーには篠山中学校2年生の遠山拓馬さん、丹南中学校2年生の森田佳穂さんが来られました。お二人にはビデオ撮影編集作業を体験いただき一本の作品を作っていただきましたので、引き続きそちらの作品もご覧ください。篠山中学校2年の遠山拓馬です。丹南中学校2年の森田佳穂です。僕たちが作ったトライアルウィークのビデオを見てください。どうぞ。
今は前編に言って今度新しく出版になる本のチェックをしております、はい、事前のチェックです。初夏の整理が思ったより大変でしんどいなと思いました。自分のこれからの生活にも大きく影響すると思うし、図書館ならではの大変なところもたくさん見つけられたので良かったと思います。最初は緊張したけど、だんだんやっていくうちに慣れてきました。4日間頑張ってできたので、2日目も今までと同じように頑張ってダイヤウィークを終わりたいです。皆さんいかがでしたか？僕が苦労したところはシナリオを作るところです。私が苦労したところはビデオを編集するところです。楽しかったところは映像に文字を入れるところです。私が楽しかったところは音を編集するところです。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シナリオ作りから始まって、作品を5分以内にまとめるために撮影した映像を泣く泣くカットしたり、タイトル作りやキャプションを入れたりと編集では相当苦労されたようですよ、ね、中学生の皆さんのこういった体験は何かを気づくきっかけになればいいですよね。そうですね。それにしても懐かしいなと思いました。どうしてですか？私も中学2年生の時にですね、図書館の方の仕事を、ねえ、今の VTR を見て、はい、はい、そうなんですね。もうあれから何年も経ったんですね。ねえさあ、今回の放送も終了の時間となりました。次回の放送は7月25日です。今日はこのあたりで、お相手は松岡美穂と上野杏でした。皆さん、また来月お会いしましょう。世界の皆さん、さようなら。